目玉焼きにポン酢、そんな食べ方あるの。とんかつにわさび、とんかつに塩、塩はまだわかる。まあまあまあ、とんかつにやパフェ、ああでもとんかつパフェってあったよね、どっかに。目玉焼きは塩コショウしか勝たん。それな、とりあえずマヨ大変。目が腫れてるんですよね、こっち左がめっちゃ腫れてる。右は腫れてないけど、受験めっちゃ重たい。目が大きく見える。なんで？汁なし担々麺は何からまでいけるの？ねえ、もの、なんか、お店によって違うし、なんか店舗によっても違うんですよね。本通りはそんなに辛くなかったりする。でも2からまでしか食べたことない。そう、多分いろんな人が来るから、本通りの方が、じゃけんそんなに辛く作ってないのかなとか思うけどね。屋根あると思う。
アウトレットもそんなに辛くない。それ国松でしょ。東京の国松はメロンソーダがない。なんかアウトレット以外でメロンソーダあんま見たことないんですよね。私も東京じゃなくて広島もない。劇の中で尺がってことですか？わかんない全然。そう、アウトレット行かなきゃ私のセット食べれん。ファイトラブ、せーの、エリエリ、おー。それではまたねー、バイバイ、ありがとうございます。